くる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 。起こして、誰か起こして。イエーイ、やだー、団子。イエーイ、やばい。死ぬ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 。あー、間に合わない。いやー。皆さんおはようございます。魔法初心者です。今日はイベントクエストのプリンセスたちの宴というものが来ていました。プリンセスってどんなモンスターやろ。あー、リオレイヤとイソネミクニと八ヶ崎の討伐ですね。今は太刀を練習しているので太刀で行ってみたいと思います。それでは行きましょう。リオレイヤーだよね、あれ。上で行った方が良かったかなーって。初めてこのモンスター、あー、全然わかんない方向。全然わかんない。あ、攻撃が全然わかんない。やばい、待って、バルファルクしか倒してないからやばい。なんか来る？あー、違う。これ死ぬかもしれん。違うモンスターの戦い方はわからないんですよね。ひえん。リオレイヤーは笛でしか倒したことないからわかんないよ。攻撃待っててもわかんないよ。あーね、あの人の方向よくわかんないな。来る？早い早い、来るの早い。そしてめっちゃ攻撃力低くない？あー、なんで決まらないの？しかもあの子寝てない。めっちゃウケるんだけど。この子寝てるんだけど。おー、すごいね。方向うるさいんだあの人。お、いいねいいね。あ、なんか乗った。乗る気はなかったのに。マジでイソネミクニの戦い方わからんわ。なんかあれですね、モンスターの動き知らないと見切りって何もできない。何か来る？あ、そっち。リオレイヤだった。おーおー、マジプリンセスや。後ろから来た。もう、いえー。また眠る。眠る。あ、起こしてくれた。誰かイソネミクニの倒し方を教えてください。またリオレイヤ眠ったんやけど。あ、それは見切れないよね、さすがに。なんかリオレイヤの方がね、見切れそうな気がするんだよな、攻撃的に。あの人何なの、マジ。どうしたらいい。起こして、誰か起こして。ひえー。攻撃しても、いっそのこと攻撃してよ。よし、この人早く倒れなさいよ。あ、討伐したっぽい。よし、リュウレイヤだけだ。あ、だけじゃないか。八ヶ崎が来るのか、後から。無理。どうしようどうしよう。はいはいはい、そうよね。いや、笛の時に多分この人めっちゃ戦ったから分かるはず。あれ。あ、疲れてるのか。はい、回転きます。大丈夫。はい、当たる。あ、やばい、どこ行ってんの。お前疲れとらす。よし。ねえ、カブトまで決まらないんだけど。はい、避けて。マジ、しびれてるの？あ、マジか。あー、団子。おー、ありがとう。ひえー、やっば。やばいぞ。全然タイミング測れんな、なんか違うモンスターだと。後ろかよ。ないこれ、構えるのむずくない？初めて何かが決まったぞ。あれ、八ヶ崎の攻撃やん。あ、そっち、そっちですか。獲物に弱りが見える。だって多分ものすごい体力少ないんだろうね、この3人。やだー、団子。ありがとう。はい、
様ぞ。またもう団子やばそう。あー危ねー、死ぬかと思った。あ、V 破壊。そうか、私破壊をつけてるからかな。ひえーやばい死ぬ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 死にます一回なんかさ、落ち着いてあれやりたいんだけど。ひえー、居合抜刀鬼陣切りしたい。一回しか決めてない。あ、やば、倒れた。頑張ってよ。なんで団子になってんの今どこ、今何、私どこ。は、あ、倒れたんだ。オッケー。この火とかって見切れないの、見切れるのかな。あ、なんか来そう、よくわからん。うわー、やば、あー死にそうおお、あ、疲れてる。ちょっと待って、火、なんかよくわからんけど。はい、よっしゃ。はあ、間に合わない。やばい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 、団子団子。あのなんか、うえーうえー、カブトはねー、はい、あれ微妙、うん、え、一回だけだった。いや、私のせいよね。カブトはあーねはい、最高です。なんだなんだ、おお、なんだ、いやだ、あいよ団子になりすぎやわ。あ、モンスターによって全然違いますね。おっ、あ、弱った。あー、いっそのこと攻撃して、ほい、なった。カブトはリ、なんか戦ってたらだんだんなんかパターン分かってくるかもですね、この人も。ひえん、あー、すごい地味に倒した。まあ、プリンセス3体の討伐でしたね。やっぱダメだな、バルファルクしか行ってなかったから、バルファルクだけを討伐できて、こっちの3体のモンスターの方が断然立ち回り下手でしたよねまだまだだな。リオレイヤの激鱗が出た。チャットメニューに新しいスタンプチョコレートセットが追加されました。この4つですね、日の絵美の音とかよもぎちゃんとか、めっちゃバレンタイン仕様になってますね。それでは今日はこれぐらいにしたいと思います。モンスターに全く慣れていなくて拙い戦いですみません。本日もご視聴いただきありがとうございました。またモンスターハンターライズの動画を上げていきますので、チャンネル登録をよろしくお願いします。やだー、団子。